早い。こんばんは、あっくくん。こんばんは、たむJT さん、こんばんは。フラペチーノさんは、やっほーシーシー、こんばんは、あっくくん。おかえり、あるっす。あるっす、ただいまです。よし、ゲーム、ベイビー。よし、待ってないよ。ひとりごとさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃい。あ、充電が、充電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 。少々お待ちよ。あれ、どうなったんじゃ。絡まり、絡まりや。よいしょ。これをビビーンと持ってきて、よし、届いた。よし、OK、 OK です。こんばんは、こんばんは。マヤ誕生日ですね。あげてないよまだ。今日買った、さっき買った。グッジョー。明日あげ、明日なんかあったらあげようと思います。そう、ごめん。でもちゃんと12時22分に LINE あげた。そう、12時ぴったりに、そう、12時ぴったり送ろうと思ったんですけど、もちろん、もちろんね。12時ぴったり送ろうと思ったんですけど、そう、その時はね、ちょうどお風呂に入ってたな。その時はちょうどお風呂に入ってて、で、上がってから見たら、ああ、22分だってなって、急いでおめでとうって送ったら、12時22分でした。失敗、間違えましたね、失敗したぜ。でもまあまあまあ、早い方だけいいね。こんばんは、こやぴーさんもこんばんは、なつかちゃんこんばんは。ハートありがとうございます。すでに会いたい、お待ちしてます。イエイ、待ってます。セカンドが決まりました。12月じゃない、2月の13日、バレンタインの前日でございます。2月の13、ぜひぜひぜひ待っております。楽しみです、セカンドシングルが。そして握手会も多分あると思われるので、ぜひセカンドシングルの握手会来てください。お願いします。お願いします。兄さん、2月の13ですね、2月の13。セカンドシングルたくさん買う、ありがとうございます。セカンドシングルの握手会もぜひ来てください。監視枠がまたあると思うので、出したいと思います。イエーイ。こんちくわ。監視枠目指して頑張ります。頑張ります。はいよ。お、相馬さん、だるま、ありがとうございます。関東だったらいけます。関東あるでしょ、もちろん、もちろんあるでしょ。握手行きたいですね。お、まさやさん、待ってます、待ってます。あいちゃんとかほちゃん、どっちも買ってくださいよ。どっちも買ってください、親子。親子なんで、ぜひどっちも買ってください。金魚ちゃん、こんばんは、こんばんは。ラップ聞いておるぞ。ヘイヨーヘイヨーヨーヨー。あ、広島もありそうよね。広島もありそうですね。こんちは。ぜひ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 
セカンド握手来てください、アリさんに会いに来てください。バロボロスさんもこんにちは、こんにちは。お、ヨシタルさんこんばんは、こんばんは。ヤッホー、ふーちゃん推しなんですね、まさやさん。初知り、いいっすよ、全然推しマシで。宮内アリさんも追加してください、お願いします、お願いします。きょうさんこんばんは、こんばんは。沢真子さん、イエーイ、ありがとうございます。福岡わからん。わかんないね。おっさんもこんばんは。こんばんは。昨日の髪型めっちゃ可愛かった、似合ってた。お、ありがとうございます。昨日の髪型良かったよね。コウコちゃんにも言われたよ。今日あんた可愛いね。昨日の髪型良きやった。なんかね、こうやってね、ここを止めただけなんですけどね、まあここを止めてからここの下の髪をね、こううねうねしたいや、こう巻くんじゃなくてね、こうふうふうふうみたいな、S みたいな感じにしたいや、髪をこううるうね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 みたいな、そうやる人が上手くてからね。S の達人だった。髪をこう S 字にこうするね、達人だってからね、めっちゃ上手かったっけね。よ、いい感じになった、昨日は。いい感じ。昨日の髪型良かったですよ。セカンド握手ってなんかの略。なんでやねん。セカンドシングルの握手会ですね。まだ日程は決まってないんですけどね。ぜひ来てください。あるので、セカンドシングル握手会。あれ？どこ行ったっけ？あれ？なくしたー。あれ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 、かぼちゃマンが、あが下に落ちとった。メタリカさん、かぼちゃありがとうございます。かぼちゃー、かぼちゃありがとうございます。気づきましたか？ダダーン、後ろをね、まだ未完成のハロウィンにしました。あれ、上まで映ってないな。じゃーん、こんな感じでまだ未完成なんですけど、ハロウィンの飾りを飾りたんですよ。もう10月なのでいい感じ。セカンドも行くよ、待ってまーす、待ってまーす。ウェービーです。ウェーブです。踊ってるの見ると可愛すぎてキュッキュッ。ありがとうございます。そう、もう10月なのでね、急いでね、配信のね前にね、急いでやったんですよ。こういう感じに。こういう感じに。いい感じ。でもなんか先日じゃなくて、去年の。なんで先日になるやん。去年のさ、ハロウィンの背景にしとるアリサ配信がね、 YouTube で出てこないんですよ。なんか飾りがね、なんか行方不明でして、なんとなんか探したんですけど、飾りがね、この4つしか出てこんかったよ。なんでや。なんか去年何飾っとったっけな、覚えてる人いますか。覚えてる人いますか。こんちくわじゃなくて、こんばんは、こんばんは。飾りがね、行方不明ないで、飾り食べたかもしれんな。ニューシップいい感じだった、映ってましたか。そう、何気に、そう、何気にさ、去年は結構飾っとったと思うんよ。全然思い出せないよね。それだ。生首怖すぎる。覚えてないよね。なんかそれでね、あの YouTube でから探したら出てくるかなって思ったんですよ。自分のショールームをポチッとやって、
探したら出てくるかなと思ったけど出てこんなんですよ。それがどうやったら出てくると思う？なんとしてもなんとしても去年のハロウィン、はい、自分の配信を見つけて去年の自分の配信を見つけてこの背景にね何を飾っとったんかっていうのを思い出したいんですよね。でもこんだけしか飾りが出てこんもん。だってあとはこの帽子とかこの帽子飾ったらまあハロウィンっぽいけどさ、ぽいけどこれはこうかぶるもんじゃけさどうしましょう。 YouTube で検索したら出てくるよね。お、吉田るさん、かぼちゃありがとう、セカンドシングル買うよ、ありがとうございます、待ってます待ってます。ハロウィン衣装ね、あれ持参だったり原型結構考えよるよ結構考えよる。りょうさんこんばんは、レさん初見です、ありがとうございます。ダダン、 ST48 広島県出身の14歳ありちゃんことみりょうしありさです、よろしくお願いします。イエイ、よろしくお願いします。じゃじゃーん、今日は大人メイク大人メイク気づいた映像倉庫なんやそりゃ。メモさんも覚えてないんですよ、なんかね出てこんのよ飾りが。こんな変な雲のカチューシャとこんな変な雲のカチューシャ出てきた。なんかタランチュラもあったよね、どこ行ったっけな。タイメシさんこんばんは、ハロウィンないないトリックはトリートや、本当にはこんばんは、ヨシシさんこんばんは、お、ナーさんもこんばんは。チャリコン終わりました、お疲れ様でした皆さん、本当に大体見てるけど覚えてない、去年のこと覚えてないよねそれはそうだよね。ちょっと待ってね、このまま1位決めましたよ、吉太郎さんファイトファイト、今1位うん、お、ゴリポンもかぼちゃありがとうございますかぼちゃー、かぼちゃ祭りありがとうございます。原宿とか行けんや、何も行けんや、もう帰ってきた、ただただホテルで寝てから帰ってきた大人メイクじゃんじゃじゃん、マイハ誕生日やんな、そうだよ12時22分に送ったよおめでとうって、原宿でクレープ食べなかったよ、食べたいマジ、なんかねかわいそうでしょ、なんか今日ねとあのそのなんかでね泊まっとる人もおってから、ほとんど帰ってきたんですけど泊まっとる人もおってから、泊まっとる人はディズニーとか行ってるかもしれんっていう情報がねあるんですよ。なんでやねんカエル組もね、カエル組もなんかして帰りたかったけど、そうですただ集合して新幹線乗って帰ってきた悲しい悲しいっす、なにマジかそれな東京に残ってる組がねちょびっとおるんよ、5人か6人ぐらい、その人たちはハロウィンとか行ってる、ハロウィンじゃないハロウィンじゃない、ディズニーとか行ってる情報出ております。夢の国って絶叫苦手夢の国、映像倉庫でもなかった、ちょっと待って私も調べますね、私もしばし調べます、ユミリも東京組かな、峰吉ありさで調べてみる、峰吉ありさショールームで調べればいいんか、ディズニー行きたすぎる、夢の国行きたいっすね今から行く今から行っちゃう、
タン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 。ショールーム、自分の調べております。今最近、結構前ビヨーンってやればいいかな。こんばんは。お、あやさんもこんばんは。紫の丸い顔がぶら下がってる。どれだどれだ紫の丸いやつ、どれだどれだどれだ。夢の国行きたいだ。タラン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 。待って、ハロウィンのね、もう飾りがね出てこんのんすよ。なんか笹の葉がくっついてる時の分しかない。七夕じゃけ7月よね。もっと前か。 YouTube に上がっとんかな。本当に骸骨くん、あ、覚えてる。じゃーん、骸骨を見つけた。じゃじゃーん、この変な骸骨は飾ってあった。じゃん。変な骸骨は見つけたんすよ、ほんまに。もうどこ行ったんかわからん。ツイッターって消えちゃうよね。あー、確かに確かにね。こんばんは。今から行ったらパレード間に合う。パレード間に合わねえな。確かに。こんばんは、こんばんは。去年も似たような感じやったで。そうなん、去年はまだあれよね、このアリンコがなくて。このアリンコもなかったけん、もっと飾りがあったはずなんよ。どこ行ったよ、ほんまに。はるかさん、今来た、ありがとうございます。こっちは骸骨、骸骨はおるよ、ここに。 それで、覚えてますか、これ全部光るんですよ。行くよ。いきなりのライトアップ行きます。よーい、ドン、ポン。あれ全然見えねー。ライトアップ、ほら、じゃじゃーん。いや、光が飛んでる。じゃじゃーん。あれ、なんでこんなんじゃなかったよね。部屋の電気を消しましょう。そうだね、一回消してみる。ドーン、わっ、あれれれ。ダメだこりゃ、ダメやな。じゃーん、こんな感じで全部ライトアップするんですけど、光が飛んでから見えんねん。光ってます。じゃん、こんなやつなんだけどね、これ。待って、電池が壊れた。まさかの、あー、骸骨だ。やばい、電池のケースが壊れたよ。あれ、やばいっす。あ、治った。よし、いやー、逆か。ん、あ、オッケー、ハマった。こんな感じ。骨骸骨はおるんよ。骨骨ザウルスじゃない。え、待って、2014年の2014年。今何年かいね。2014年の11月22日のアリサがおった。誰それ、2014年。今2018よね、よね。2014年って何歳だ。骸骨の横にかぼちゃみたいなのもある。骸骨の横のかぼちゃ、あ、これ、これもあったんよ。神棚。デビュー前それな。まだ入ってないな。骸骨って漢字があるんですか。あ、骸骨、わかる気がする。骸っていう漢字に骨。骨。10月5日にハロウィン仕様にしてるよ。嘘、チャップスさんスクショありますか。まさか、
それは天才すぎる。チャップスさん、まさかスクショを持っておりますか？怒りもつけとった。怒り、あー、怒リング、おお、骸骨。骸っていう字が予想以上に難しかった。お、よしたらさ、最近超好きになった、やった、イエーイ。嬉しい嬉しい丸。よしたるさん今2018。ツイッターにあげましょうかね。お、そうですね、嬉しいです。チャップスさん、よかったらハッシュタグミネオシアリサつけでちょっと載せてください。すぐ探しに行きます。何年ですか？私は猿です。モンキー、猿推し。あげたで、嘘、あげた。いつもこうやって拾ってくれてありがとう。ケイゾーさん、全然たくさんコメント、ヨロピクです。ヨロピク丸。怒り3つつけとる。あー、つけたね。怒りあるよ。怒りはあるよ。どこだっけ。猿っぽいよ、猿っぽい。ちょっと待ってね、ツイッターに上げてくれたということなので、ちょっと見に行きたいと思います。あ、カズリン今日も誕生日だから知ってるよ。なんで知ってるかというと、昨日のお出迎えの時に持ってたでしょ。持ってたでしょ、母ちゃんと。あー、カズリンだって言ったのに全然気づかなかった。バイチャロポーって言っちゃったよ。そう、見たよちゃんと。広島 T シャツ着て、はじめ広島メンバーの赤ちゃんに行きたい。お、アイラブ広島 T シャツ、ぜひぜひぜひ着てください。サルドシ、ちょっと待ってね。お、あった、ほんまや、トリコ坊主さんが載せてくれてる。ちょっと待ってね。じゃん。あー、なるほどね、なるほど。あった、あったぞ。気づいてなかった、そんなことないよ、あれ。気づいてなかったよ。うん、あったぞ、待ってね。あー、なるほどなるほどなるほど。まず、あー、なるほどね。神棚があるね。まず神棚があって、あ、でも飾りはこんだけか。飾りはこんだけだね。アリサショールームっていうロゴが入っとる。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、マイハが来た、おめでとう。マイハッチお誕生日おめでとう、マイハ様。お、チュンコさんも来てる、ヤッホー。アリサの位置が違うね、ほんまよ。ちょっと待って、イエーイ、飾りは全部あるわ。なるほど。このアリサの、このアリサの飾りが入ってるこの分からちょっと探すぜ。マイハー盛り上がってるよ。面白い、ヤッホー皆さん。ん、ちょっと待って、またね。ゴリフォン帰るかい。おい、楽しみ。画像の口が面白い、口。ちょっと待って。なんでみんな見よう、ナサを 見た。まさか、なんかこんな口しとる。これいつの画像、まさか。これは面白い。 あれじゃね、青のウィッグ、青のウィッグもどっか行ったんよね。あるよ多分。
お、ヨケジ君こんばんは。見てください。しかも話が変わりましたが、全然ドン、じゃじゃん、かっこいいでしょ。夢力出そうぜ。リストバンドです、チャリティーコンサートの。そう、これ終わったんでね、そう、もらえました、もらえたぜ。広島の赤かわいいでしょ。イエーイ。何年生ですか。レイレイさん中2です。中2でございます。かわいいでしょ。夢力出そうぜ。ゲットできた。みんなこれにはチェキがついてくるんですけどね、ゲットできましたか。毎回売り切れだった。それな、めっちゃ人気でした。これゲットできた。天使の日ならでね、天使の日だよ。天使オレンジならゲットした。お、オレンジ買ったよ。買いましたか。そう、でもチェキはねあんま当たらんよね。しかも見てください、なんか余ってたから、余ってたからピンクもゲットしたよ。かわいいでしょ。じゃじゃん、持って帰っていいよってなった時にね、もう余ってたからピンクもゲットしちゃいました。やめ時間だそうぜ。黄色かった、じゃじゃん。でも7色どの色もかわいいのでね、ぜひ皆さん大切にしてね。ピンク持って帰らなかった犯人は誰だ。岡山面だから絞られるぞ。あーちゃんか、さっきか、アイポンか。誰だ。赤ゲットした。お、赤じゃん。広島ありがとう、ありがとう。リストバンド買えなかったけど昨日楽しい時間でした。お、アニラムさんありがとうございました。嬉しい。じゃじゃん、じゃじゃん、犯人探し合い。あーちゃんっぽい。でもあーちゃんかさっきだと思うよね。ピンク嫌いだから間違えてなさそう。どっちだどっちだ。セカンドシングルの情報はまだわかんないんですよ。そう、2月の13日発売決定しかまだわからなくて、握手会の予定もねまだわからないので、もし握手会がもう日程が決まったら皆さんよろしくお願いします。セカンドの握手会ぜひ来て、たくさんお友達も呼んでぜひ来て、感謝枠を出したいと思っております。よろしくお願いします。赤4つゲットした。おお、すごい。すごい。ピンクは1個。このピンクは誰のだ。まだ解禁してないんです。そう、そうそうそう、54枚目シングル。お、劇場版申し込み始まるよ。おおおお、マジからしいです。54枚目シングルの劇場版申し込みが始まります。明日、明日から。明日から。こんばんは。ちょっと待って、なんかいろいろ話がそれちゃったね。ショールームっていうロゴをね、どこにやったかなんよね、問題は。問題はまずこれがお正月セットなんですよ。お正月セット、この中にないかいな。なんかいろいろあって面白い。待ってね、ファーストも良かった、セカンドも期待しちゃう、ぜひお願いします。バレンタインだ、バレンタイン、うん、あったー。なんか青いのにくっついてる。M がない。あったよー、あったぞ。 STU48 ショールーム、 M がない。
星がいっぱいある。星つけと星ついとったよね、いろいろ。ショールームショールーム、わあ、なんか落ちた。ショールーム、ショールーム。エム行方不明です。あったー、あったぞエム。あった。両面テープがいるな。これをつけて、おっと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 。これをつけて、そう、まだ未完成なんですよ、背景が。なので作り上げていきたいと思います。あったぜ、オーマイガー。 M ですが、何か来た。カタカナ、カタカナが来やがったな。こんちは、あー、やめて。こんなに伸びちゃった、やばい。やばすぎる。こんちは。あ、ツイッターあげた、チャップスさん、ありがとう。パクリ出たやん。ショールーム、ショールーム。そう、あかりさん一旦外してるんですよ。ちょっとスペースがあったら貼るよ。やばい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 。チャップスさんも載せてくれたって、ちょっと見てみよう。お、本当だ。お、なるほどね。なんかブサイク、私がブサイクすぎる。お、チャップスさんのいい感じ見えやすいね。トリコボーツさんの見えましたけど、全然ありがとうございます。皆さん、去年のスクショが届きました。去年の私の背景のスクショが届いたぞ。かわいいよ。いや、この時の顔がやばいよ、こんなん。ブサイク。まあ、去年と全く一緒にはしないんですけど、そのこのアリンコがあるので、これはそのままにしてちょっと改造していきます。とりあえず、よいしょ、よし、とりあえずこのショールームを見つけたので、これを、これいる？こんな感じ？これいると思う人？これあった方がいいですか？ STU48 もあるよ、ちなみに。ちなみにあった方がいい？めちゃくちゃめちゃくちゃが、いらん？いらんと思う？いらない？はーい。あ、なくてもいいか、別に。去年と一緒になるしね。いらんない、もういらんか。ショールームなんて見りゃわかるよね。そりゃ。最後は、あ、そうだね、取っとこう、これは。そうだね。ね、ショールームなんか見りゃわかるよね、そんなの。STU はあった方がいい。あー、それな。STU、これはあった方がいいか。で、このアリサの、アリサをもうちょっと下にして、その上につけよう。見りゃわかる、それな。ショールーム、ショールームアプリ入れとるけ、これ見れたよね。ちなみに。ちなみにですけど、そうね、いらんよね。 OK。 そうしたら、そうしたらともかく、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。とりあえずね、じゃじゃーん、この帽子があるんですよ。首からかける、首からかける。いらん。あかりさん置く方がいいと思う。そうだね、ツイッター載せておいて。お、ナスカちゃんもありがとうございます。あとで見るね。とりあえず、この、このハロウィンくんはいるでしょ？このハロウィンくん。じゃーん。このハロウィンくんを、
取りまえず取りまえず。なにこれ、なんかあ星の分が取れとる。あ、これこれかわいい、これかわいいかな。もうここに刺しとけばなんかかわいいよね。どう、こんな感じで、こっちかな、ここに刺そうかな。いらんやろハロウィン。待って待って、もうやばい、このハロウィンくんはつけるよ必ず。でもこうつけて見える、まあいっか。去年はなんか神棚っていうのがあって、神棚、神棚って呼ばれとったや棚があるんですよ。その棚をここに貼って、その上にポンって置いてた。神棚用意しようかな、どう思います？見にくい、それな。アリサは吊るさねえよ。吊るさねえよ。わお。じゃじゃーん。神棚登場。でってでー。これなんですけどね、かわいいでしょ、ハートが真ん中についてて。そう、この神棚がね、去年はあったんですよ。ぬいぐるみも置いとった？これ、このかぼちゃ置いとったっけ。じゃじゃーん、これを神棚、久しぶりだね、これ登場したの超久しぶり。これをもうこのハロウィンの 4本の分を外さない、外したくないんで、もここに貼ろうかなと思います。いいね、ここに貼るね。おーっと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 、神棚を装着します。久々の神棚ですね。いいよ、よいしょ、神棚装着します。貼りにくいな。こうしてこの三角を立てて、よいよ、もう一個どこ行った、あった、よっこらしょう。かてえな。ほら、はい、装着。どうですか。どう、その上座ってみたくなる。あ、でも大丈夫大丈夫大丈夫、ギリギリ大丈夫。いいんじゃない。でこれをここに置いたりとかして、どう。どう、神棚装着オッケー、オッケーです。そうすると、でも、もうちょい西もいいよ。もうええよ。どう、これいる、これいらんか別に。あ、それか、ここにもかけれるんよね。じゃん、いろいろできるよね、神棚があったら便利よ、神棚。よし、そうだな、もう。それからこのアリンコが、アリンコがちょっとね気に食わんのんですよ、私は。ちょっとこのハートをちゃんと見せて、とりあえずね。神棚さん有能なんですよ。このアリンコがね、ちょっとね普通すぎて気に食わないので、私的に。じゃじゃーん、じゃじゃーん。このね、このミネオシさん用のね、100均でこれ購入したんですけど、このね、かわいいでしょ、この仮面をなんと貼ってみたらどう。じゃじゃーん。どう、ちょっと待って、一旦貼ってみるね。一旦貼ってみるわ。
骸骨も神棚の方がいいか。そうだよ。でもあそこにここにさ ここにさあの電池があるんですよこれ、あ、電池見えてもいいかも。別にいいよね、電池ぐらいこの電池がね見えるけこう隠しとったんですよ。まあいいか、電池ぐらいよし、いいんじゃない。それでは貼っていきます。ででん、でれれれれれん、わあ、でれれれれれん、電池が丸見え、リンゴどう？かっこよくなった。いいいいいい、よきよき。これねもう一個ねあるはずなんだけど、どこにやったんだ私は。これもう一個あるはずなんだよね。似合うね、いいね。もう一個あるはずなんですが見当たらんね。見当たらん。でもこんなのもあるんじゃでもこの下に下のダラーンとしたやつがちょっとねあれよね、ちょっとあれよね。どうする、もうこれ切っちゃうか、切るか。これもう私はもうつけないから私はもうつけないから切るか。いくぞ、これをチョキーン。いいんじゃない、可愛くなった、どう、いい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 、つけれるよ紐なくても、ピンでグサッとしたら。オッケー牧場、オッケー牧場、オッケー牧場からのもう一個のやつがねちょっと行方不明。また百均に行ってあったらちょっと買うね。いいね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 、こっちにはどう仮装させるアリンコに超面白いんですけど、超面白いんですけど、覚えてる、これのんちゃんと一緒にねするときに買ったんよね。そう、それでこれをつけて、でこの赤目をここにつけて配信したの覚えてる。夏ぐらい、夏休みぐらいかな。じゃじゃーんうわこのないよね、もう一個、もう一個ないんですよね、どこ行ったんだろう競馬場ネタが古いって言われてる、競馬場。でもこれ一つ100均だからさ、中の針金がちょっとねどうなってんだ、中のやつが。鉛筆立てなんだっけ、こんな感じで。ちょっと耳を折って、よいしょ、あ、画鋲はらんでもいけたなんか顔がへちゃげる。どうですか、コウモリっぽいいいんじゃない、似合っとるよね、いいんじゃない、いいんじゃない。仮装、アリンコに仮装させます。そう、ちょっと普通だけどね、アリンコが。でこれを持たせる、お、いいんじゃない。これはどうしようかな、これは両面テープで貼ってみようかな。じゃじゃん、この悪魔のこの棒を職務質問されそう面白い、面白いな、それは。
ス良きです。それな、それな、センス爆発させていきます。しかもさ、アリサがアリサ用の分がアリンコにぴったりってどういうことだ人間がやるやつがさぴったりハマるってどういうこと。顔のサイズまさか一緒怖いアリンコとまさか顔のサイズ一緒とか。まずこの両面テープをここに巻きつけて、粘着力が弱いかもしれんけど、確かにそれだ。ここにあ、ダメだ。ちょっと待ってね、セロハンテープかな。あ、私が顔が小さい、それならよかったそれならよかった。これをあーすぐ取れる、あーこりゃすぐ取れるな。どうしよう、どうやったらってつけれるかな。ここに、ここに刺したら落ちるんだよね。これは諦めよう、これはできない頑張って頑張って、ダサくない、茶色いのがブヤーみたいなもうこれはダメだ、諦めよう。よし、諦めも早い私です。背中に通せば、あ、確かに、むさ、ナイス誰、もぐらさん、もぐらさんナイス背中に通したらいけたぜナイス、いいじゃんいいじゃん。どう、こっちのアリンコの船のところ完成。でもさ、このさ、このあの不思議な、この大好きって書いてあるこのさ、メモさんがまあこれは作ったんですけどこのちょっとよくわからん大好きの文字がねすぐ剥げるんよねこの事件もどうしよう。ナイスアイディア、ナイス。そうしたらこの画鋲入れもあるよねもう画鋲入れになっちゃってるんですけど、ピンク怖いピンクかわいいでしょ、ピンク。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。で、私がつけるのはここにある、ちゃんと雲タランチュラがここにある。お、ヒロさん、タコとカボチャをありがとうございます。タコはあった、タコとカボチャありがとうございます。ガッピョン、重大発表って何、重、そんなこと言ったっけそんなこと言いましたっけ。てか今更ながら暑くなってきたんで髪を結びます今更ながら、雲もでかい、イエーイ、はあ、私は今背景をね衣替えしてますツイッターと同じ復活、1年越しに復活、じゃじゃーん家の壁にたまにでかい雲、それはやばい、それはいらんダダン、どう、いい感じいい感じ。これで雲を刺します、ダダン、グッチョー、気合が入ったぞ。高めツイン、アリサ恒例の高めツインでございます。じゃーん、気合入った気合入ったぞ。これでなんかいろいろあるんよね、見てください。こんなのも新しく加わった、白のね耳白の耳もね新しく加わったんじゃ。あ、かわいいね似合う、なんか白の耳も新しく加わったのでよろしくお願いします。たまにつけます。
もう一つ、あ、これはちょっと形が変だな。クマのギフトないからクマあげれねえ。あー、ありがとうございますありがとうございます。不自然や不自然か、くそ。ちょっと待ってね、ちょ、形がなんか変だな。これか似合ってる。お、つい可愛い、ありがとう。そう、ひげひげひげをひげをアリンコにつけようかなと思って。どう？いいと思う？このアリンコに、わかるかな。あ、でもいいじゃん。よきよきよき。どう？見え見え、スマホ見当たらないです。やばない？それやばいやん。かわいい、おじさんか。なんか博士みたいになったわ。じゃこのか、ああ、これもずれとるやないか。ほら、このこの耳がちょっとあれないね、こう曲がっていい感じに ついたら、よいしょ、ヒゲが曲がっとる。オッケー、いいんじゃない？まあアリンコは何でもオッケー。よし、仮装できた。変態おじさんか。それはやばい。面白い。できた。オッケー。そうしたらね、なんかいろいろあるんだよね。なんでだろう。この納豆とかもういらねえな。見てください、納豆じゃーん、こうめっちゃビヨーンって伸びるやつ。これいらんな。ウケる。ああ、ここいつか片付けないと。あ、ヒゲのやつがもうボロボロだ。ヒゲが入ってたやつが、あー、ちょまー、よいしょ、よし、オッケーオッケー。そうしたら、じゃじゃん、頭は雲です。雲ハンバーグ、去年つけとったハンバーグあるよ。ハンバーグとかはまた朝ごはん復活しようさせようと思うので、お楽しみに。納豆マリカサク。雲かわいいでしょ。雲ここに星がついたらかわいい、かわいくなるね。まああんまり見えんくてもいい感じ、アリサがいなくなってもかわいいようにしとこう。よし、ハンバーグ師匠やめろ。ハンバーグハンバーグハンバーグ、よし、よし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 。他に何じゃったっけ。このハートはこのハートはね、ちょっと誰のプレゼントかわからんけど持って帰ってきたやつなんですけど、これはもういいね。これはもういいね。よし、さらにかわいい。お、私がいたらよかった。おまけ、おまけ的な、いいやん、いい感じ、星かわいい。そうしたら忘れてたけど、この帽子はもういっか。この帽子つけるとしたらどこだと思いますか。この帽子はもういっか。この帽子はいらんね。この帽子
越しはあれにするね。じゃあなんかもう配信中につけたりするわ。自分が邪魔だよひどいまあかぶれん、髪の毛が邪魔で誰じゃーん。こんな感じで配信中にかぶったりするね。これはこれは自分がかぶるようにするわ。オケマルなんかおかしい。いやこれちょっとツイテールする前はね似合ってたんですけどね。よし、そしたらラストスパートです。ラストスパートはこの STU スペースがない、それだ。この STU をいるかどうかいるかどうかそっからなんですよ。このアリサの上につけようと思ったんですけど見えんよね。やっぱアリサ入ってほしい。やった。それかもうこうやったら見えるようにあそこに地味につけておくか。映らない映らんけどつけておくか。どう、誰って言われたらこう上げて ST48 のみたいな。ちょっとやってみるね。地味に地味にあるんですよっていう感じで、普段は映らんけどちょっとつけてみるわ。任して。ここほらよいしょ。真ん中にももう一個ほら、よしできた。いきます。てってけてどう、地味に地味に貼ってみたよ。おお画面の角度やばい。 ST48 の人ですってね、できるように。アリサの文字は拡散地味にねこうつけておく。かわいい、かっこいい、ありがとうございます。見えたでしょ。じゃじゃん、なんか地味に時計も上にあるんです地味に時計も上にあります。ほんとに地味だいいんだいいんだ地味で。よし、あそういえばこの服かわいいでしょこの服かわいいでしょ。じゃじゃん、これでからね移動したんだこれね新しく見つけた服です。こうやってからね朝早かったんですよ。昨日のチャリコンの時ね、チャリコンの朝集合が早くてからめっちゃそう、こうやってからこの上にまたさらに上着を着て超寒いけで、こんな感じのセットアップ、セットアップのこうやってから行ってから、そうここにでっかいマスクしてたら不審者かと思われた、みんなにひどくない、不審者が来たと思う。あそう5時に配信してた、そうそうそう、その時にこうやって最終的にこうやってでっかいマスクをここにしてからこうやって行ったら不審者が倒れたウケる。職務質問されんかったよ。ネズミでしょ、ネズミみたいでしょ、あのまゆゆさんのまゆゆさんの方、そりゃ不審者そうセットアップだよ、かわいいでしょ。じゃじゃーん、しかも見てください、このね裏に着とる風のデザインなんですよ。これ裏じゃないんですよ、裏表逆じゃないんですよ。こんなのがついてますけどそう上着もこんなんですけどね、デザインそうこれがこっちにあってから裏じゃないんですよなのにね、そう何回もね裏表逆よって言われちゃう裏表に着んわ、さすがにさすがにおしゃんでしょ。そう裏表逆風のデザインなのにね
何回もね裏表逆よって言われたのツッコミどころ多しの分です。これはそうツッコミどころが多い。そうヤンキーかと 思ったって言われたひどいよね。朝は不審者だと思われてマスクを外してからこれでリハーサルしたんよ。そしたらねヤンキーかと思われた面白い。裏表ないわねあるよあるよ。かわいいでしょ。イエーイという新しい文です。これはそうだよ。これに迷彩のね迷彩のねジャケットだっけ上着着たらね不審者不審者。そうだよ半端なヤンキーお掃除しなきゃてててて。マジスカロクウロールだせえ息が出るだけじゃかわいいでしょ。裏はあ裏がなんか表っぽいあれなんですよ、うん、こんな感じ。あこっちの方が表っぽいね。確かに裏の方が表っぽいけどこっちが表なんです。イエイイエイ。喧嘩弱そう。ありゃまあありゃまあこんな感じです。よろしくお願いしますイエイよろしくお願いします。裏表逆じゃない逆じゃないんだよ。だってあれじゃないこれさ裏表逆にしたらタグ見えるパターンじゃないそっちの方がさちょっと恥ずかしいよね裏表逆にしたらタグが見えちゃった的な正解正解ということで真面目に逆ややめろやめろほんまに自分を疑うぜこれで正解なんだこの服は裏じゃ裏じゃ爆発インテールです。うん、初めて来たおチームエイトさんの岐阜県服部優奈さん知ってます。知ってますよ。ありがとうございます。初見さんですよね。ダダン STU48 あじゃん STU48 の、広島県出身ありちゃんこと水橋ありさんです。よろしくお願いします。イエーイ。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いしますミュウミッサーさん、お、なるほど、チームエイトの推しの方ですね。ありがとうございます。ミッサーさん、ミッサー知ってる。地球温暖化について語る回だからね、話したことあるよくもくん、つぶらな人面白い。じゃらーん、かわいいでしょ。こんばんは。そしてそしてそして何だったっけ。あそうこの親子の分は飾ってたんですけど、そうこっちのあの皆さんの見えないこっちのアリサの目線の先にこれは飾らせていただきます。これはねそう親子うちわを作ってからプレゼントしてくださりましたのでね、大事にこっちのアリサの目線の先に飾りたいと思います。この親子のフラッグもねこれは思い出なので、これはね外したんですけど飾ろうと思います。ありがとうございます。親を見捨て見捨てんよ。それから何だったっけ、え、ショールームは片付けますね。ショールームは解散します。ありがとうございます。おいよショールームは解散。ゆなちゃん推しの女の子、おーありがとうございます。みにわしありさです。よろしくお願いします。大城さんこんばんは。こんばんは。車の後ろに飾る、あーあーとか言ったけど確かにね。これハッピーハロウィン、ハロウィン早いね。ショールーム解散、ショールーム解散です
ショールームのロゴは解散。そしてあ、でもいい感じね、いい感じになってきたよ。そしたら最後、この皆さんが外しちゃったのって言ったあかりさん外しちゃったので、どうしようかな。これまた地味に横に貼ろうかな横に貼ろうかな。どう、こう画面上ではここまでしか映ってないんですけど、ここをピュッとやったら、そう、ここにねスペースがあるので、あかりさんがおるっていう。どう、ちょっとなんか配信のなんか角度変えたいなとか思った時に、こうしたら映るようにどんな考えやねん。いいね。お、共感の声があります。どう、ここにこう貼っとったら見える。お、見えとる、いいじゃん。どう、地味にここにあかりんさんとゆかちゃんも貼れるかな。ダダン。お、あ、地味に入ってないけど貼っとる感はあるね。ちょ、ここに貼ろう。いいいいわ、これはいい。ちょっと待ってね、あかりんさんは後ろ貼れるようになったんですけど、ちょっとゆかちゃんはまだ貼れるようにしてないのでこの貼れるようにするとこからやりたいと思います。やってみよう。お掃除しなきゃ。これはこの三角に通して、後ろで誰かが見てるって。これ怖い怖い。やってみよう。よいしょ、ゆかちゃんポスターもつけます。センチメンタルトレインは大場みなさんポジでした。大場みなさんポジです。そう、すごいでしょ。大場みなさんの裏センターのポジションをやりました。イエーイ、嬉しかったねあれは嬉しい。裏センターをやりました。ココアが、そう、ジュリナさんセンター、ココアがジュリナさんのあのセンターで、私は大場みなさんポジの裏センターをやりました。サビでね、後ろにいるんですみたいな裏のセンターですよみたいなところにいました。いいポジションだったね。おー、ありがとうございます。嬉しい。よし、できた。ゆかちゃんのも貼れます。ふい、よし、貼っていきます。可愛くてすいません、タクペタルさん。あー、どうもどうも。ダンスうまいパートじゃん、マジ。イエーイ。あー、逆逆だー、間違えた間違えちゃったー。もうめっちゃギュッてし結んだからできないよ逆だー、やっちまったー。ありゃまあ、ゆかちゃんに報告するだよ。あ、よしこっちですね、こっちだね、オッケー同時、え、待って、これあれだ、ゆかちゃんのポスターから逆にしないといけないパターンだ。こっちにね2個ついとって、こっちに1個しかついてないから、こっちが上にしん、せんといけんのんじゃ。あー、これはこれを外すところからだな、またミスポスター自体を反対にしないといけない。あー、もうやっちまったな。なんで1個しかついとらんの
もう一個つけとけ。中が逆だったんですね。これはもうこれを茶色を取ってポスターをこっちですね。ポスターがこっちで、キャーポスターがこっちで、でこれはこっち。あ、待って、ポスター変えんでもこの茶色い分を変えとけ、変えればいいんか。あ、やまあ、待って、あ、また間違いよるわ。これが2個の方が上。まあまあ気づいた。もう、そうか、ポスターは変えんでもこの裏の分を変えればいいんか。しかもさっきはポスターも変えて裏の分も変えたけさ、また同じことになるとこだった。危ない、超危ないよ私は。よいしょっと。一旦落ち着こう。よいしょっと、よいしょ、よし、これで合っとる。よし、上の方に2つ、オッケー、ピンポンピンポンピンポン。壊れちゃったの。かわいいでしょ。爆発インテールっていう名前ですでやらせていただいております。冴えてないで、面白い。オッケー牧場です。オッケー牧場で、これを通して、よくできました、よくできましたですね。セロテープがついてる、ほんとだ。これはもう外そう。紐をくっつけとったやつだ。硬っ。めっちゃ硬い。バッグですごく似合う。似合う？お、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、テープ外しました。パリプリです。パリピでございます。私はカニじゃないよ。頭はこれはね、タランチュラ。かっこよく言ってタランチュラです。普通に言ってクモです。クモでございます。常にパリピちゃん。やばい、常にパリピちゃん。よし、クモ頭にタランチュラです。よし、できた、できたぞ。これで正解。これで正解、やっと正解ができた。よし、貼りに行きます、貼りに行きます。よいしょ、ここに、ちょっと紐が長かったかな、これも。まあ、いっか。ここにこうして、よし、そしてわあ落ちる。ここにほら、お、いい、晴れました。やっと、やっと晴れたぞ。長かったの、道のりが。道のりが長すぎた。じゃじゃじゃーん。こうちょっと角度変えたいなと思った時にこうして、たまにこうするかもしれんね。おはようございます。とか言ってから、どう、いいんじゃない、できたー、イエーイ、どう。お、いいよいいよ、すげえ端っこです。すげえ端っこ。
しかももうちょっとこうしたらね、あのクッションが映るよこの総選挙の時の懐かしいクッションが。これも恥ずかしい、ね、こう置いとこうかなST48 が見たいって言われたらこう角度をこう変えてブシュST48 はこちらですよきー、やっと完成した。この位置がいいんじゃね。確かにこの位置しかない、貼るとこがないバッチリ。そしてこうするとなんかメルヘンチックな時計も映るいいやん、できた、やった、めっちゃ移動する。それな、完璧、完成です。そしていつもの画面はこれ、もうちょっと後ろかな。いつもの画面はこんな感じ、こんな感じでハロウィーン、ハロウィーン、よっしゃー、できたー、パーフェクト。未完成だったところが完成完成しました、よっしゃー。ちょっと収めよう収めよう。ちょっとここが荒れ果てて、わー、荒れ地になってる、ここが荒れ地や。カレオツ番長どうも。この一番のポイントはこれだね、やっぱりこの普通だ、そのあの夏のさ鼻冠をつけとったじゃん、覚えてます？鼻冠をここにつけとったんですよ。それはもう夏なので外して、外したらあのただの普通のアリンコになってしまったので、これを、はい、かわいい、これはいいわ骸骨はここに地味におります。見える？地味に見えるよね、骸骨ここのセンターにいます。じゃじゃーんいい感じ、覚えてる？そう、鼻冠を取って仮装しました、アリンコも。いい、いい感じ、いい感じできたぞー、よっしゃ。季節ごとに変化があるからねそうだよ、よし、オッケー、よき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 。そう、このねアリンコさんのアリさんの背景は季節ごとに変えていきます。小物がおしゃれね。お、ありがとうございます。これはね、これはね私のセンスじゃないこれはねメモさんが買ってくるんです。これはライトアップできます。イエーイ、いい感じ、骸骨になりたい。ここ真ん中に干されるよ、ここいい、イエーイ。そしてまた来年忘れる確かにこれも写真撮っとかあったね、イエーイ、スクショタイム、やっと完成、ハロウィン、ハロウィン完成。テロップ変えるね、ハロウィン、ハロウィン模様、ハロウィン模様の2018、よし、できた。アリちゃん邪魔って言われた、最悪、いいじゃん、ここにおって、はいはい、スクショハロウィン模様の2018バージョン、イエーイいい感じ。デビルみたいな髪型してるのでしょ、いい感じでしょ、パシャ、いい感じ。まあアリサオランバージョンもスクショお願いしますじゃーん、2018はこのような模様でございますっていう感じでね、保存用また来年ちょっとツイッターで載せてくださいとか言うかもしれんけ、撮れた？いいんじゃない、アリサなしバージョン撮れた？オラバージョンが特にいいだと、いやさあこれは峰吉アリサが干された時間でしたね。部屋だけスクショいいねいいねだと、こりゃろいないと寂しいですよね、夏香ちゃんだけで。ありがとうございますいない時がチャンスおいおい、じゃじゃん、これつけよう、これかわいいでしょ、めっちゃ
夢力だそうぜおう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 、とてもだ、ありがとうございます。買えなかったこれ。これは結構有名じゃない人気商品だったらしく、すぐね、昨日赤描いた。おお、夏子ちゃんおめでとう、やった。ピンク、ピザ屋さんピンクだって、なんでですか。なんでですか。アリさんもチッホも赤だよ。赤だよ、青しかない。恐ろしい。アリさんなぜかピンクも持ってるんだ。誰かが持って帰ってないピンクを持って帰った。ようやく会えるの楽しみです。ありがとう、ありがとう。リストバンド。万引きじゃない。万引きじゃないよ。でもこう見るとね、赤色がはっきりしとるね。じゃじゃーん、じゃじゃん、かわいい。7日に赤つけていくよ。おお、ゆういちろうさんありがとうございます。みゆみゆ水色、うん、みゆみゆ水色だよね、兵庫だから。赤はあかん、白は知らん。しなやそれ。なんやそりゃ。いい夢見れました。なつかちゃん見えました。でも2階席じゃなかったんでね、そう、申し訳ない。練り歩きの時ね、練り歩きの時は1階席で、アリサうちは見つけたよ、いっぱいありがとうございます。いない、会場が広くてからね、全部は回れんかったね、さすがに。さすがにね、全部は回れんかったな。会場がむっちゃ広かった。2階席もあったなんてびっくりだよ。カープの試合にも、あ、そうだね、カープの試合にもね、これつけていけるそうだね。練り歩き、あ、クジラちゃんありがとうございます。練り歩き、こっちのね、上寺辺を歩いた気がする。上寺辺2階席でダッシュしてた。面白い。だって1曲しかないもんね。1曲で2回も行ってからやばいよね。やばいよね。トゥルル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 。マイハすごかったです。どういうこと？どういうこと？かわいいな。ゆらさん言ってる。ありがとうございます。ピンクのサイレン振ってた。おー、ありがとうございます。なつかちゃん。ありがとうございます。近くに来て、あ、嬉しかった、ありがとうございます。撮れましたか、ちゃんと。撮ったものはツイッターにどうぞよろしくお願いします。そう、なんかね、ツイッターをね、またね、エゴサマンをね、発動するとね、おっと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 、ね、エゴサマン発動すると、どれだ。どれだ、探すの時間がかかる。ね、あありゃわ、あ、あった、アッシー大福さん。アッシー大福さんがね、アッシー大福さんが、あの、アリノのセンターポジション湧いたなって書いてくれておりますね。ありがたい、ありがたやでございます。それは嬉しい。ハッシュタグは峰吉ありさでお願いします。峰吉ありさで、ハッシュタグ峰吉ありさ。デリリリリリリ、いつも調べるのでぜひあげてください。動画が消えてショックで立ち直る。それはやばい。最近載せてないアリアマ。ぜひお願いします。ポニッシュ号泣した。お、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、本当に。そうです、裏じゃぶりよ、裏じゃ、裏じゃ祭りぶりにね、
のんちゃんとあのそうあの何だったっけポニッシュだポニッシュポニッシュ種のセンターをやりました。イエーイイエ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 イ楽しかったね。やっぱりチャリティーコンサートで初チャリティーコンサートでは初のセンターでしたので嬉しかったでございます。あれはセンターに会うのほんまにほんまかいなセンターはでも楽しいね。やっぱ景色が違うよねやっぱ景色が違うね。楽しそうに乗ってた、可愛いなって改めて思いました。お、ありがとうございます、なつくちゃんありがとうございます、よかった。お、センターがいいね、ありがとうございます、楽しかったイエーイイエ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 イ、歌声かっこいい。そう、タンパネーター長い髪のところが唯一のソロでしたねタンパネーター長い髪三つ玉のシュシュ恋のなんだっけなんだっけ、ダンスかっこいい。お、ありがとうございます、嬉しい。トトさん、トトさん、今度は手モデモができるようにしたいね今度は手モデモがやりたいです。私も片思いの YouTube よかった。お、ありがとうございます、嬉しいあれ、あった、触れたら消えてく幻、手モデモが次はやりたいですね。お相手は誰がいいでしょうかでもマリーナが一緒にやりたいって言ってくれたね。そうどうちゃんと手もでもやったらやばいよね、お子様って言われる手もでもマリーナがね一緒にやりたいって言ってくれたよ。でもなんかね一回ねレッスンにね早く来すぎてからね、そうレッスンのねもうね40分ぐらい前にね到着したやん、レッスン場に。ねけ2人でね歌の練習したことあるそう、歌の練習したことあるよ。マリーナ手もでも神ですアリーナ、アリーナ、アリサとマリーナ、アリーナです。ぶっ飛んでますねおい一個さんや幻幻面白い。あ、かほちゃん親子でテモデモもいいね。親子はもうちょっと可愛い曲やりたいなもうちょっと可愛い曲がやりたい親子では。なんかさ、かほちゃんのさ親子の時のさ服がさハート型ウイルスに似とんよ。ハート型ウイルスの時のそう服に似とる、エプロンのエプロンの衣装がハート型ウイルスに、とろみちこっこがやりました、チャリコンではマリーナとの歌めっちゃ練習しなきゃ。そう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 だね。降り始めた遅い雨が銀色のどんちょうを下ろすように幕を閉じた、それが私の初恋。ダンスがわからんダンスがわからん。待ち伏せした二つ目の路地、声をかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。骨骨ワルツほねほねワルツね。あ、隣のバナナいい、隣のバナナもいいよね。隣のバナナはあれマリーナが好きよナコミックさんがやっとるやつが、ちほちゃんピザ屋さん得やな、俺たくアニラムちゃん初回よ、こんにちは。おー
歌は自分では選ばない、選ばない。バナナパーカー出た。なんかそれ調べた気がする。村重さんのバナナパーカー出た出た。いろいろやりたいな。まいちゃん、まいちゃんいい、仲いいよ。まいちゅー。ええ、エリチューさん、大丈夫ですか？気をつけてください。お、よしとるぞ。コイントス？コイントスはね、あれだね。ちょっとキーを上げたら歌えるよ。ちょっとあの最初が低いよね。コイントスは。恋恋恋恋恋のコイントス。テレレレン。テレレレン。あいつ、夏かさ、まえちゃんも推しが増えたんですか？まさか。まさかまさかの。ツイッター見ましたよ。確認しては、確認じゃない、チェックしておりますね。さっき言わなすぎ。知らんがな。その報告は知らんがな。トラ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 恋のコイントス。チャララチャララ。最初どんなのだったっけ。チャチャチャラチャチャラチャチャチャ。ふむふむ。うん、あれちゃんファン大好き。お、ありがとうございます。嬉しい。いや、そんな。どの曲が一番難しそう。難しそう。そうだな、アリサにとってはね、あれだよね、AKB グループの曲はね、ほとんどね、難しい。難しい。あの最初がさ、と言っても最初がさ、なんか低い曲ばっかりじゃん、ばっかりじゃないんですけど、ほとんどさ、最初の音、キーが低いなって思ってます。そう。そう、最初のね、最初の音、キーがね、なんか低い曲が多いなって思ってるのでね、結構難しいね。あとあれだ、あれ、あの野蛮な求愛やりたい。野蛮な求愛をね、やりたいんですけどね、難しいよね、あれも。ダンスが。コイントスが一番好き。お、アリサも好きだよ。考える人も好き。サヤネもセンターやないか。センターやないか。やばな求愛。ちゃちゃ。てててん。あ、なんかこんな服じゃない？やばな求愛。これの赤バージョンみたいな感じじゃない？キュッ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 キュロドス。葵ちゃんの部屋はコウモリはリアルで、のんちゃんの部屋はコウモリはかわいい。どういうこと。ハチノス、あ、ハチノスダンスやりたいよ。そう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 、塊になって、はい、ドゥッドゥルッドゥルッドゥ、はい、みんなして踊れ。あれね、踊れるよ、ちょびっとは。のんのんに教えてもらった。強いやろ。のんのんに教えてもらった。塊になって、はい、ドゥッドゥルッドゥルッドゥ、はい、みんなして踊れ、ドゥッドゥルッドゥルッドゥ、ドゥッドゥル、同じだ、テルラッタテルラルラルテ、ふいふい、
僕たちの蜂の巣だ。ちょちょちょびっと教えてもらったで。考える人銅像のそう、え、でもあれでしょ、銅像のやつをなんかモチーフに作ったやない、違うんかな、わからん。夢を語る詩人か、地獄を覗くものか。初めて見たけど、ありがとうございます。チューさん、チューさんありがとうございます。じゃん、 ST48 広島県出身のありちゃんこと三好ありさです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローよろしくお願いします。チューさん、今日はそうです、髪型はね、爆発インテールって呼ばれてるものでございます。すいません、初めての方ですいませんね、本当に。よかったらルームフォローしてあのください、変な人じゃないんでよろしくお願いします。お仕事終わりました、お疲れです。ダイナソーだ、お疲れ様です。お、コンパルト、コンパルト、いらっしゃいませ、コンパルト。ツンデレ？いいね。目が合った瞬間、しらしら、みたいなやつ。今日、びなさそうにな、ら、虫、虫、なれなれしいのはどけ、どけ、聞きやすく声をかけないで。ヤッホー！おー、どどどどど。カルピスウォーター。ミネオシアリ、ハッシュタグミネオシアリサ以外でも見てないっすよ。それは見てない、そうだろう。前はも同じ八のスタートだった、嘘、塊になってみんなして踊れ。あ、ST は自分に動く、あ、ほんまよ、 ST は忘れとった。清楚キャラではありません、それはダメです。清楚キャラを守っておきます、守り抜いていきます。もちろん ST48 はこの瀬戸内の声ってぐらい清楚なグループなのでね頑張ります。来たのは内緒っす、あ、ダイナソー。同い年、お、ともなちゃん、イエイ、友達ちゃん、まいちゃんのツイートしてるの、え、なんでやろな、え、峰吉ありさ中村まいで載せとらんかったっけ、あれ、握手会の時は清楚と感じる、あ、握手会の時はね、そう、こんなこんな専門ね、こんな髪の毛せん握手会はね、ああ間違えた間違えた、なんか間違えた、うん、うん、載せましたですよね、ミネオシアリサ中村前で載せとったのを見た見た、そうそう、じゃん、雲です、頭が見えるよ、雲、思い出した思い出せてよかった、はい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 、ごわしちょ、ごわしちょ、握手会の時も爆発して、確かに握手会の時もやりますね、服に合う時にさすがに服に合わん時はやらんよ。ゆいゆいさんこんばんは、いや全然いいんです、押しましょう、 OK、 押し編はダメです、押し編はダメでございます。歌声好き、お、嬉しい、でもでもやりたいね。あのね、カラオケでね練習したい、あ、言ったか、家のカラオケでね練習したんだ。降り始めた細い雨が銀色の
どんちょうを下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地。声もかけられないまま下を向いたら、アジサイも泣いていた。こんなに会いたくても、どんなに好きでも、目の前を通り過ぎてく、過ぎてくだ。それでもこうしてあなたを見ている、その場所から。こう今度カラオケでやろうと、まあ5年後ぐらいかもしれんけど今度カラオケでやろうと。この場所から、テモテモはねキーが高いけいいんだ歌いやすいで、低い曲はなんだろうね、なんか最初が低いのは結構あるよね。あ、さや姉さんのあれ、一息つきながらのやつあれじゃんさや姉さんの曲になったけど、一息つきながらのやつあれじゃん。あれさ、あれがね低くてからね、あのカラオケにあって、おーあったーと思ってね歌ってみたんですけど、あれが低くてからね2個あげたもん、キー2個キーあげた。一息つきながら最初なんてね、どこだったっけな低いの。ふんふんふん。A メロのところA メロのところ、どんなだったっけな。金魚さん、他のメンバーのルームで発見。なんだと、なんだと。確かに低い、確かに低いよね。さや姉さんは低い声が似合う。ビーバッドデイズ、バッドデイズって曲あるかもしれん。 CD をもね、 CD をもらったんですよ、プレゼントで。じゃあ聞いてみるね、バッドデイズある、あったかもしれん、見てみよう。カラオケ配信、配信ません配信ません。カラオケで特訓またしよう、またしよう。ツインテール七並べのカラー恥ずかしい、これが七並べのカラーだったら恥ずかしいわ、そりゃはずい。低いのと高いのだったらもう断然低い方が苦手、低い声が出ない低い声が出ないんだ。クロさん、はじめまして、ありがとうございます。 STU48 じゃん、 STU48 のミネルシャリサです。イエーイ。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローしてくださったら嬉しいです。クロさん、よろしくお願いします。ニューシップいいよね、ニューシップはザ、もう STU の曲って感じなんかそう、すごいよねニューシップ。秋元さん予言しとったんかな、 STU こういうなんか船のグループができるから作っとこうみたいな感じで予言しとったんかなすごくない。なんか落ちた。僕たちは恐れない、夜明けの前の暗闇を、暗闇怖い。あ、それは合わせたんかな暗闇だから合わせたんかな。暗闇を足元が見えなくても邪魔するもの越えられると信じればいい。はい、ニューシップ泣けるニューシップすごいね、予言だ絶対それなりにこなすよね。私どんな歌でもそれなりにこなす、どういうこと、面白すぎる、それは面白い。
ライブ向きの声だと思ってる。ありがとうございます。相手に教える人を、よしたるさん、奪ったルーンも言ってあげてください。昨日ねめっちゃ面白かったんや。あのね、お出迎えがあったんですよ。 お見送りじゃなくて、東京の時はお出迎えで、始まる方の時に立ってたんですけど、その時にかほちゃんと一緒にせーのってかほちゃんが言ったら、始まるよってやるよ。それをねかほちゃんが考えたの。なんかね、かほちゃんとパルトとあーちゃんがね、よくね私にやってくるのがね、あのね、知ってるよってかやってくるよ。面白くない？パルトとね、あーちゃんとかほちゃんがね、すぐねすぐね、知ってる、知ってるよ、知ってるしーか、知ってるしーってやってくるんですよ。あと余裕とか。めっちゃうざくない？知ってるしーとかで、ね、余裕とかやってくる。そのそのね、その続きバージョンでね、あのかおちゃんがね、始まるよーっていうの作ってからね、めっちゃね一緒にやってた。めっちゃ一緒にやってた。親子好きやった。そんな、ちょうどね、峰吉ありさと森かほじゃけんね、隣なんよ。名前順に並んだら隣で、こっちにパルトがおって、かほちゃんと二人でやったらめっちゃパルトが笑うっていうね。それでね、結構ね二人でね、あとね、奪ったルーンもやった。せーの、奪ったルーンってせーの、奪ったルーンとかね、あとね、何だったっけ、もう一個あったね。あ、せーの、頑張りよだ。かほちゃんのセリフ、せーの、頑張りよってね、やったんよね。それだけ、それで、そう、奪ったルーンと頑張りよっていうのでからね、目標5人落とそうっていうね、目標でね、パルトが立てたんよ。それで5人落としてみてってからね。めっちゃ面白かった。かおちゃんがね、タイミングを測ってから、せーのって言ったら、頑張るよってやる。その遊びが面白かった。めっちゃ面白かった。いつも楽しそう。めっちゃ面白かった。あのお出迎えが楽しかったね。ノリのいいベンチやな。そうよ、すごくない？あーちゃん、待って、その前、あーちゃんの前が福ちゃんだ。福ちゃん、あーちゃん、パルト、アリサ、カホちゃんだからね。その次が前早け。めっちゃうるさいよ。めっちゃうるさいレーンよ。名前が遅くなればなるほど。超やばくない？福ちゃんの前が誰だっけな。福田あかり、はきふあかさたな、んなーにぬねの、ん、福ちゃんの前って誰だっけ。キャラが変わる。それな、福ちゃんからしか覚えてない。福ちゃん、あーちゃん、パルト、アリサ、かほちゃん、マイハ、その次はほのたん。で、ふーちゃん。そう。めっちゃ面白くない？お、ギフトがいっぱい、ありがとうございます。キャラが濃いな。なかなか強烈やな。そうだね。お出迎えと緊張ね。お出迎えは初めてだったけど、最初なんていうかわからんかった。ありがとうございますって言いそうになったら、まだ終わってないよなと思って。奈々さん、奈々様を見るの忘れました。奈々さん、岡田さんなので、岡田さん前の方。福ちゃん近寄ったら感じ音になる。福ちゃんは強い。福ちゃんは強いよ。早くて誰かだよ。確かにお出迎えめっちゃ早いよね。お、その後が、ふーちゃんの後はドラフト生のあいうえお順だから、おきちゃん、
おきちゃんだね。おきちゃん、アイポン、あ違う、そらはちゃんだ。おきちゃん、そらはちゃんって感じ。最後はゆらちゃんかな。岩田ひなちゃんで記憶ないです、その次から。ありゃま、アニラムさん、だるま、ありがとうございます。東京観光してない、してない、したかったですね。今日して帰りたかった。ふくちゃんの名前、あー、葵ちゃんだ。葵ちゃんか。葵ちゃんだ。温泉から戻ってきた。おお、ゴリポン、おかえり。おかえり。お、ジラちゃんもこんばんは。